せば、はい、多分ヒロちゃんって30何本くらい誰か使ってるよ。あなたの役割は、でもそこで運営対応したから、ヒロちゃんってなんかでもなんか2000円くらいらしいよ。今だに、俺が知らない時間帯に。で、そいつが荒らしてるから、俺が荒らしてるって思われても、俺動画出してるから荒らしてねえわ。最近はリスナーさんのためにちょっとロングの動画を上げてるけど、上げてるっつうか、後で消すけど、見てもらうために、見てない人も、なんか反省会聞きたい人もいるらしいから、深夜帯とか。反省会で、あ、俺があんまりキレ散らかして発狂してる場合はもう消すしかないけど。そのままお待ちください。今日ぐらいのは別に、ちゃんとやってほしいってやつやな。あのね、変なムーブする人はそれが普通だと思ってるの。そこ直さなきゃいけないの。市民 CEO の騎士を追ってはいけないの、基本のベースは。そこは追わないで、ない人の騎士だと思わないといけない。初日の集客はありません。ゲームを僕7番さんは先生は発言します。じゃないと生徒がもう全員バグるから、よろしくお願いします。7番です。進行論か。まあそうですね、1周目でもそうなんだけど、特に2周目かな。発言で一番ここを先に言いたいっていう部分をピックアップして言ってもらいたいです。例えば、まあ、今回7番から始まってるんで、8番さん、9番さんとかだと、まあ、例えば7番、8番っていう人たちの精査になるかなと思うんですけど、5番さん、6番さんってなった場合に、7番から順繰りに触っていくと、最終的に、しりきれとんぼになって何が痛かったのか分かんないっていうことがね、結構あるんで、自分が気になったところとか、まず村に伝えたいことっていうのをピックアップして言ってもらいたいかなって思ってます。まあ、そんぐらいかな。まあ、あと、これ個人的になんですけど、ちょっと自分のね、バンテレバババババって出られるの、結構、僕盤面精査遅いファンなんで、ちょっと苦手なんで、まあ僕の2周目までに盤面固まってくれるといいかなと。感染試合見てみたら、途中から感染試合見てみたら、7番におすすめするのは。途中から見てみな。ほんとわかんねえから。でも即パパパパッとね、盤面把握する練習もしてみたら。7番さん、気になったのは一つ。はい、率直に僕、盤面精査遅い方なので、僕の2周目までの時に行って固めてくれればって言ってるんだけど、盤面精査が遅いのであれば、だから1周目から出てきてほしいんかなって思ったよね。7番側の位置でパッと出られたら、盤面精査が遅いから追いつかないから、だから1周目で出てくださいの意味だと思ったら、2周目の僕の位置って言ったから。それだったら盤面精査遅い7番からしたら不利じゃねえと思ったけど、だって潜伏で出られて7番ね精査遅いんだったらと思ったんで、そこにちょっと矛盾感じたけど、ただこれが黒要素かどうかって言われたら別に黒とまでは取れないんで、まあただそこの部分は違和感があったって、細かい要素を拾うとね、はい、と感じました。はい、じゃあ木村さんどうぞ。9番さんが発言します。はい。あれ本当にそんなこと言ってたっけな ?2 周目の位置でって言ってました?そしたら確かに8番さんが言ってる通り、なんかちょっとなんか、文と文のつなぎが変かなって思うけど、2周目には出てもらえるようにっていうことを多分言いたかったんじゃないかなって文学的に思ってたんだけど、はい。ごめんなさい、その最後ら辺の7番の、その時出方みたいなのを、はい、聞いてなかったですね。まあでも8番が言ってる通り言ってるんだったらちょっと変かなって思いましたね。なんか思ったのは俺かっていう時のトップバッターの対応の仕方が異常に早いなっていうと思ったのは7番さんに対してでした。はい、これも人外要素じゃないです。なんかめちゃめちゃ準備してた村人の可能性もあるし、はい、まあ、ただ一定めちゃめちゃ準備してる人外の可能性にある。1番さんが発言します。はい、レノです。まあ8番さんが言ってた通り、7は自分の発言の2周目の発言のまでに出てくださいとは言ってたけど、までにだから多分1周目のことを言ってはいたとは思う。だからまあ、それは7番さんの言い方が悪かったなとは思ってるけど。だから8番さんがそういうふうに思うのも仕方ないかなと思ってる。で、9番さんはちょっと違うかな。8番さんもそう思ってる
けど、そういう言い方だったから、そこがちょっと気になったよ、7番さんって8番さんは言っていたから、だから9番さんの取ってるのも、なんか、8番さんに対してね、7番さんに取ってるのは合ってると思うんだけど、8番さんに取ってるのはなんか微妙にずれてる。って思ったっていう程度かな。はい。ぐらいです。以上です。2番さんが発言します。占い師です。9番さん、白でした。グレー78に関しては、別に7番さんの言いたいことって、当然のことで、一気に出られたら、場面分かんなくなるから、もう一周目固まってほしいよねって発言してて、そこの中で一周目はどうこうって発言が別に、理解できるはずじゃん、普通に。その8番がなんか、つついてたのがよく分かんなかった。平等向けようとしてるのかなと思ったんで、7、8、8番の方が印象悪いっすね。はい。まあ、そんぐらいかな、1番の能ってことで、まあ、対抗出るか分かんないですけど、今は別に触れる必要ないと思ってるんで、特に触れません。はい。7、8、8番さんの方が印象悪かったです。以上。3番さんが発言します。結構気になるのが、2番さんの話し方で、なんかわざと、なんか、おらついてるっていうか、ヤンキーみたいな話し方、結構気になるね、みたいな。なんか、何のためにそんな話し方してるのかなと思うんですよ。人に何かを伝えようとする話し方には到底思えず、2番偽じゃないかなと思ってます。そもそも9番のツッコミも欲しくて、ね、トップバッターに対応するのが異常に早いみたいな。もう意味がわかんないんですよ。対応できるでしょ、3秒もあれば。って話なんで。陣外がやってる可能性もあるし、村人で準備した可能性もあるから、意味がわかんないんだけど、っていうこと。もうゲーム始まる時点で発言の準備なんかするでしょ。なんか2番にしてて。あなたの発言です。はい。2番の話し方で人外要素あるのかっていう、3番の感じたヤンキーの要素あるかっていうと全然別に感じませんけど、低音だなとは思いますけど、何か威圧感があったかどうかはわからないんですけど、3番とそれはわかんない。9番がちょっと不思議だなと思うのは、その、俺かと準備をしていた。画面をずっと見てたら普通準備してる方が普通だからね。準備してない人の方がどうかしてるってレベルだから、そこは気になってるけど、2番の話し方は分かりません。3番のあれは。ちょっと。はい。7番の人は、まあ、できたら1周目で出てほしいってことでしょ？組み取れば。2周目だと盤面把握が難しいっていうぐらいだと思うけどね。あっちの人をどう取るかだけどね。精査しようとしたと取るか。2番が取ってるみたいに、黒塗ったって取るか。まあでも2周目聞いたらいいと思いますけども。3番の話し方では精査しない方がいいかもしれないですよ。2番で近くするかもしれないし。はい。5番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあそうですね、9番さんの、まあ、視点っていうか、その7番さんへの指摘はやっぱり違和感がありましたね。まあ、8番さんはその細かい部分までね、しっかり7番さんの話を聞いてたんで、印象がいいかなと。思っています。であとはまあ7番さん2周目かなと思ってます。はい、で3番さんに関してはまあ結構僕もフィーリング感覚的なものって結構使うんで、そうやってスパッとストレートに言うのは僕にとっては印象がいいかなとは思ってますけどね。そこはまあ4番さんとは違います。はい、6番さんが発言します。はい、7878、まあ、7番さんの進行論は4番さんも拾っていたけれども、
まあ、1周目出てくださいっていう風に汲み取ることができる。八幡さんが、まあ、汲み取ってないっていうか、八幡さんはまあそういう言葉を、八幡さんなりの多分判断基準はなんとなくわかるんで、まあわかるなと。で、9番さんが、そのやりとりを書き回しに来た狂人か人外かなって思ってたんですけど、そこに旧四郎なんで、これ9番さん興味あると思ってるんで、9番さんが占いしようとかしてきて、逆に興味が消されるんで、9番さんの芯が高くなるなって見てます。はい。もし用してこなかったら、狂人追うかもしれないです。7番さんが発言します。はい、7番です。2周目お願いします。盤面か、あ、固定じゃないか。8番さんが6白か。なるほどね、了解です、わかりました。そうですね、まぁ、ちょっと1周目の自分の言い方が悪かった、まぁ、1番さんにね言われた通り悪かったのかなっていうのと、あと8番さんに言われた時に、あれ俺そう言ってなかったかなって思ったから、まぁ、良かったです。ちゃんと伝わって出てよかったなと思ったんですけど、ちょっと言い方に関してはね、気をつけようかなと思ったけど、ただ、8番さんには正直、汲み取ってほしいって思ってた。僕は1周目で盤面固まってほしいっていうふうの1周目で言っていたから、8番が7番に殴る要素っていうのは、まあ僕に落ち度があったんだったら分からなくはないけど、汲み取ってほしいなとは思ってましたね。ただ、9番さんって、なんだろうな、そこに対してな、7番の、なんだっけ、準備してた、うんぬんかんぬんっていうところで、と思ったんですよね。だから結構9番が変な殴り方、変な方向からの殴り方をしてるなと思ったら、2番から9番しろと思ったから、うんってなってましたね。現状難しいかな。僕が気になってたのが8番、9番だったからかな。で、3番さんに関、ね、2番さんは、結構7番組んでくれたんで、3番さんが言う2番さんが偽っぽいっていうのは僕は思わなかったけど、ただ僕、それ以外で別に3番さんの黒要素って別に取ってないんですよね。むしろ、まあ印象良かったかなと思ってる派なんで。だから僕視点で結構4、5、6の話を注視しなきゃいけないんですけど、僕トップバッターでこの位置なんで、2周目の発言聞いて発言ができないんで、まあちょっと次じゃ現状上げれないかなと思ってます。はい。まあそんなところかな。はい。現状4、5、6の話を2周目注視していきたいなと思ってます。以上です。8番さんが発言します。はい、現状まあ2は確定なんだけど、2と7と9、ここは7と9これ怪しんでるから、だから自分は9に占い飛ばすつもりはないって言っとくね。はい、占い1も決まってるんで、だからその人に対する発言は避けて、かつまあ9番はみんな言ってるからいいや。で、7番は今俺が怪しいって言ったんだけど、そうじゃないね。俺は細かい要素を拾えないであれば、文脈がおかしいって言っていて、例えば、これは対抗の2番とか4番が、7番は1周目から出るってことを言ってた。で、これ特に対抗の2番が、だから8がおかしいって言ってたんだけど、確かに、汲み取れば普通に7番っていうのは1周目に出てほしいってことを言ってるような感じには見えるけど、俺は文脈がおかしいじゃん。だって2周目の自分の位置までにってことは、2周目の自分の位置までにだから、潜伏もいいんだよ、7番視点。だからそうなるから、でも自分が発言が読み取るのが遅いからってことになるから、話の文脈がおかしいのよ。だからそれを言ってるの、これは細かい要素を取るのであればってことを言ってるから、だから汲み取ってほしかったって7番から俺おかしいのよ。俺は細かい要素を拾えないのは文脈がおかしいって言って、1周目から出てほしいっていうのは、普通に聞いてればわかるからって話。っていう感じかな。だから、まあ、9占うつもりはないです、現状。はい。で、まあ、色が気になるのは7で、で、まあ、3、4、あ、4番が、3番が、2番が、3番が2番が、変革長みたいな感じのこと言ってたのか。まあ、本当にそう感じは分かんないけどね。はい。まあ、そういう人なんかなって思ってますけど、まあ、2番は人外です。以上です。9番さんが発言します。6番差し出せよ。6番、6番黒すぎるだろ。6番黒すぎるんだけど、興味、俺に興味があって、で俺が占い師をすると俺の新目が高くなるんだって黒すぎるだろ、むちゃくちゃだろ6番、はい、8番の白先くれよ。黒すぎるよ、あれ黒打たれたら無理だよ8番。はい、6番黒すぎる。
なんか6番が狼で一旦は潜伏になって9番に占い師をしてほしいぐらいの狼にも見えたわ。8番がそんで代わりに狂人として出てきたみたいな感じも見えるぐらい6番が黒かった時点で5番が黒い。俺4番が人間か人外か分かっちゃうんだけど、4番は多分人間だと思うわ。4番か以外から行きたくて、3、5、7から行きたくて、まあ、順位付けをするんだったら、9番の7番指摘はね、不当だって自分でも分かってるんだけど、思っちゃったもんはしょうがないのよね、これは。はい。思っちゃったのよ。7番が順路を引いて、バチクソなんか、トップバッターの対応に早まった順路あるなって。ただ、なんかその、まあ、2周目、盤面考察に時間を取るから、みたいなのは、そんな準備早いのに、そんな盤面考察に時間取るのって思っちゃったから。3、5、7、はい。4番以外でいいと思ってて、まあ、順位付けするんだったら5番の方が黒くて、まあ、3番、7番が一緒ぐらいかなと思って、4番は多分人間って分かっちゃってるから、俺。はい。まあ、でも一番グレーで黒かったのが6番だから、8番の6番白うちむっちゃキモいなと思ってます。1番さんが発言します。はい、まあ今の木場さんの発言で多分7番さんも分かったと思うけど、8の白席は6なんでという話ですね。キューバさんの6が黒に関しては理解はできるけど、6の強めとかもあるから、6が強人だった時のグレー、狼どこか、9が村ならね。で、投票してください。3、4、5、7の中から。っていう話。もうグレーなんでお願いします。はい。仮定として6が強人、8が真の時に6つって、騎士がその時8守るか1守るか分かんないんですよね。でなった時に騎士が1守っ、家庭として1守って8噛まれたらもう最悪盤面で9絶対釣られるので9が村で。それは。村下にヘイトが溜まるんで。だから、まあそうじゃないところを投票してください。はい。ぐらいかな。7に関してはさっき言った通り。8の小先が6です。占い師に関しては、まあ、どっちが真とかそんなのはまだ分かんないですけど、8が真なら、7の無駄木屋で6後ろだよっていう自分のね、小先だよっていうことを教えてあげてほしかったなとは思う、正直。これはまあ、ただ感情面なので、っていう話かな。7疑ってるから教えなかったは別に、あるから別にいいんだけど。っていう感じかな。はい。あっけしさん出ないなら絶対釣られないでね。以上。2番さんが発言します。正直俺、3、6、8でもう終わると思ってるんで、まあ、3、8狼、6強人か、8、6狼、3強人、うん、かなと思ってます。で9の言う通り6番っておかしくて、俺がヒューにしろって言って、9番は強人目がある。で、9番が裏に白したら新目が高いって言ってるんだけど、そもそも9番ってヘイト向かってる時点で、俺が白出すメリットってないって感じですね。うん、俺が怒れた場合って、うん。それはおかしくて、8番って9番はないって言ってるんで、うん。クロスルーナイしたくないだけなんじゃないかなと思ったんで、普通に8、6で狼、なんじゃねえかなと思ってて、3番に関しては、俺ヤンキーっぽい発言してるから、うん。釣りたい。よくわかんないかな。うん。なんかトラウマでもあるんですかね、ヤンキーに対して。3、8で、俺のシールつけてるから叩きに来たのかなって感じ。6番に関して、なんか強人目は全然あって、なんか9番で強人に、付けしたりとかしてるとこ見たら、まあ自分強人で、っていう目の見えるんですけど、まあ、普通に3つって、6つって、8つったら終わると思ってるんで、明日、グレーに関しては別に気になりじゃなかったかなって感じかな。4号に関しては9番気になりって言ってるけど、別に、ふくらはつけなかったんで、
3、7、8で終わってます。今日は3枚したいです、以上。3番さんが発言します。そういう発言をするのであれば、まあもうやっぱり2番2世ですよね。2番2世。8番シーンでしょうね。やっぱりなんか2番、9番、だ6番のことが黒すぎるっていうんだけど、6番黒すぎるとはもう8、2世だよね。ってことは2番シーンってことでしょ？ないでしょうね。これかっこいいだね、これ。かっこいい盤面だね、これは。2級が確定で黒だと思うんで、そうなるともうグレー行く必要ないんだよな。全然いいんじゃないこれ、片白からで。何の問題があるわけ？お茶会しに来てんじゃないんだよ。俺本気で人狼釣りたいんだけど。6番黒すぎるわ。全然黒くないんだけど、6番。ね。なんか準備がうんとあんたでイチャモンつけてる方もおかしいし、その発言を放置してる2番も2番だからね。で俺の黒要素って何？2番何にも上げてないからね。3、6、8で終わると思いますって。まあじゃあ6、8は今100個置いといて、俺の黒要素って何よ？何にもないじゃん。何にも上げてないのにさ、3番が人道みたいな話でしょ、今って。え、ないでしょ、そんな精査。ふざけんなって話だから。9詰めでよくない？8番の占いをさ、自由にさせるために、俺9詰めでいくから9詰めに新切り。あなたの発言です。まあ、3番からいきますけど、はい。片白って占えばよくないですか？7番だと、まあ、間接的に4号行きたいと言ってるけど、なんかはっきりしてないのかな。3番白だと思いますしか言ってないから、4号だって言ってる。5番は確かに3番と意見があって、4番意見が合わないけど、2番しか出てない状態だと、3番のあの発言聞いたら、なんか、ロっぽくないって感じはするっていうのは、まあ、わからないでもないから、まあ、消去法で3からと思ってるんで、一応8が出てくから、8、3まで追わなきゃいけないから、8、3とかまで追わなきゃいけない。3番の色見た方がいいかなと。3が白だったら、8番、3番ってないんだから、8に行ってもっと、中立的に、判断できるかなと思ってる。かな。夕釣りって、さすがに1番がそこはいかないって言ってるから難しいと思うけど。3番でなんか異常なことに新潟版が偽だって言ってたけどな。28の式つかないけどね、まだ。3番も2番のクロース上げなきゃダメなんじゃないかなと思ってんだけど。譲り？占えばいいと思うんだけどね。クロスさせればいいんじゃない？本当に隠し色になるかもしれないよ。実はみんなが黒だと思ってた子じゃなくてグレーにいましたがあるかもしれない。はい。3番釣りかな。一応、強靭もあるわけでしょ？で一応、ローもあるわけでしょ？ 3、8とかもあるかもしれないし。ほんと、8の芯が分かってる3人が茶番でやってるのもゼロじゃないから、玉落としなんじゃない？まあ、7番と5番だと、まだ黒要素が分からないってとこだから。黒要素が分からないから、まだ7番、5番はちょっと釣れないかなと思います。はい。5番さんが発言します。はい、そうですね。僕も3番さんから行こうかなと思っています。3番さんに関しては6番さんは全然白くないよって言えるところが、やっぱり違和感のと、まあ、そこですかね。なぜそこまで9番さんを着目点するのかっていうのは違和感があったんで、まあ、3番さんが気になるっていう感じですかね。9番さんが気になったのは、4番さんが白く見えるって言うんやけど、俺からしたら、4番さんって、まあ、いい意味で言ったら1周目っていうのは、まあ、綺麗な考察してるよねっていう感じなんやけど、まあ、悪い面で言ったら、まあ、なんて言ったらいい。まあ、綺麗事ばっか喋ってるなっていう印象でもあるんですよ。僕の、まあ、この人白っぽいなって思うのは、
まあ、なんか、サマーさんみたいな薄汚いは、なんか、感じを出す人が、僕的には、なんか、まあ、白っぽく見えるっていう時があるんですけど、そういう綺麗事で、ヨモさんの評価が上がるのかなって、僕は思うんですよね。だから、評価回収してるのかな、評価回収というか、まあ、まあ、企業さんはそこは気になってますからね。7番さんはその3、4、5の心理をつけてないっていうのは、つけて欲しかったっていうのは印象ですかね。はい、まあ、ただ3番さんが6番評価が僕はできないと思ってるんで、3番さんからいきます。はい。6番さんが発言します。はい。まあ、3457ね。3457。3457。3457。ちょっと待ってください。ちょっと一番さん変えさせてもらいますね。進行。で、ちょっと今日、急釣りで、あ、いいよ。こいつ、なんか、俺のこと村だと思ってる。7番統一だな。生きてるやつで。自分一番を守るんで。9番の進行方法も違うから。9番、お仕置きする。明日にセット。ありがたい。9番はね、村の可能性がある。狂人を見抜いたのか知らねえけど、9番のね、ヒロちゃん心理にするとね、アバターをタップして選択できます。黒じゃないんだよ。多分ね。9番って白なんだよ。肌白で生きり散らしてる。ヒロジャン先生で狂人を見抜いて俺を村だと言ってる感じじゃねえんだわ。あのね、9番が俺にするメタセンサーを俺が利用して推測すると9番村だから投票できますよ。喜んで。投票を終了しました。9番じゃないと思う。ありがとう。追放されるのは9番さんです。悪を成敗。気持ちいい。村陣営成敗。人気だったらもうしょうがない。9番黒いから。発言します。はい、ゴミみたいな騎士がな意味不明な発言して白もらって最後に騎士使用して違うんだよ。9番6番に言う俺を死ねよマジで。俺を通す。お前がどんだけ黒いか自分俺を通す。メタセーサーは9番は俺の狂人見抜いてないけど村で置いてるからバグってはいないんだよ。意味不明。俺が一見すると分かんないんだよマジで。振り返ってこれ絶対村よ。なんで俺が狂人絶対村な。 俺の共鳴が俺はね、9番の俺に対するメタ精査で、俺は9番を見てる。俺から占い師を出てきたら、俺の教授名がいきなり新名になるんだよ。真の意味不明だろ、パーツ。俺がロー。そうだろ、お前。どんだけ黒いんだよ、お前。俺がローに見えてない、はい。4番だけ人間ね。これだけは置いといて、1番さん。はい、それだけだから。ちょっと日発審議は6番が騎士っていうことで分かんなくなったけど、違う多分だけど、ああ、わからん。これはわからん。村。はい9番は多分しろ。9番、俺で3番、9番行く。行きたかった。マジで行きたかった。仕方ねえから、6っぽくねえ、3番押してる。仕方ねえから、そのまま待ちください。7、5っぽいくはないから、3番だったら、ローだったらもう釣られろって思ってるから、もう無理、うん。3番が6っぽくねえから3押してるだけで、5番か7番に向こうの気はするから、ね、強心視点はね、9番、うん、あれ、アザスっていう。9番、アザスって感じの。5番とかも危ねえだろ。あんまこれ人狼だけだな、負けたらいいからもう。味番って潜伏するっけ。虚しいんだね、これ8かなんか出てきたんじゃない、釣り押されてるから。そのままお待ちください。な気がすんだけどな、まだわかんねえけど。うん、3番黒とか打ってほしいけど、どうせ黒打たねえと思うけど。9番も6を釣り押して6に喧嘩打ってるから笑うわ。まあ、2級だったら終わりだからもういいよ。9番が悪いからさ。6番に喧嘩を打ってるって騎士誰なんだって話。ああまあ絶対そうでしょ。9番多分ね、俺を見てるセーサーはずれてるんだよ。俺は狂人なんだけどね。村で言ってると。ああやばいよもう、はい。なんだよこれ。2番が7黒。あ2番が偽か。これなんだよ。はい、9白。はい。白です。9番白でしょ。黒か。9番白は確実に分かる。ここが難しいのよ。一番難しいとこじゃねえかよ。5番さんの発言で、7番に向けた目線で、占い師の精査をつけてほしかったって言ってるけど、僕の2周目の発言まで8番さんってまだ出てないから、その一瞬で精査つけろって言われても無理なのと、あと僕は1周目の段階で8番、9番が変なことを言っているなって思ってた人物。あ、だからこれ一番最後に言ってくるんですけど、
8番さんが6番さん白は僕も把握してましたよ。してるんですけど、僕って8番、9番結構疑ってたから、6番って正高い賞なんですよ。はい。ただ6番から騎士が出て、で、僕視点って2番が偽、8番が死んで5番黒だから、まあ納得だなっていう感じですね。はい。かな。5番さん視点で、ね、ごめんなさい。僕ね、昨日の段階で俺2番さんの方が真かなって思っちゃってたから、まあ正直、黒打たれるまでは僕2番真だと思っちゃった。ただ、現状で、まあ、僕の精査と合うっていうのもあって、まあ8番真ですね。これは。はい。僕視点はね。はい、で、5番さんの中で、まずさっき言った占い精査に関しては僕はつけれないですね。はい。で、5番さん視点で、3番に行く理由がよくわからないかな。はい。で、3番って別に9番の様子を取って2番が偽だっていうふうに言ってる人物だから、5番視点で、2番、8番の真偽がついていないと3番がおかしくならない。超人センスあるでしょ。5番、7番ってマジ危険ラインだから。はい。3番はアンパイだから、9番なんかマジ5、7なんか。でも、それ言ったら釣られるから仕方ねえから、アンパイの3番を押してる。3球は絶対安全なんだよ。8番。9番なんかマジ楽。発言します。うん、その通り。8番の最後はその通り。まあ、たまたま6番が9番釣りっていう進行で、6番が騎士で、9番釣りっていう進行を取って、で9番が釣られたけど、あの状況下で、5番の3番釣りっていびつだったでしょ。だからもしかしたら自分が釣られる可能性もあった状況下で5番って言ってる人間が 何人かいたからね。この状況下で4番が3上げたときに、いびつな理由で5番って3を上げるのよ。ってなったとき、初日の釣りを回避できる5番人狼像が圧倒的に浮かんだ。だから俺は7じゃなくて 5ね。7じゃなくて5だと思ったんだよ。でも、まあ、9番の可能性ももちろんあったけど、ただ4番は絶対無駄だって言ってるのが、多分それは、もうぶっちゃけ メタでしょ、多分。メタ的要素で多分取ってると思うから、人外だったときって、まあ、9番が人狼のときに、その4番の村をメタ的要素で取るかって考えたときに、あんまり微妙いんだよなって思ったんです。なんで9番白かなって思ってました。はい、途中でね、その発言を聞いた時点って、あんまり言うべき発言ではないと思いますが、はい、そう感じました、俺は。で、3番は当たってるんで、あの、2、3ローローっていうのがなさそう。2、3ライン切りには全く見えなかったから、で、5占って結果ペロ。もうこのスケールでしかない。で、あともう一つ言うことがあるとしたら、ただ、7番の強靭の可能性が1個ある。これは今の発言。これは何かっていうと、5番の黒は結構わかるんだよなって言ったけど、そもそもわかる2番から黒を打たれていて5番の黒は分かっちゃうって発言っていびつじゃない？分かっちゃうじゃなくて5番黒、あ、よかった5番黒ですね、分かっちゃうっておかしくないって思ったから、そこのなんか言葉の不自由が1周目から7番気になってるんですよ。1番さんが発言します。いやあ、これは難しい。まあ、5、7の乱ね。ちなみに俺昨日5投票したんだけど、多分5分3村でも黒を打たれる人物だなと思ったから5投票ね。ああ、だからそこは一旦フラットにして考えようかなとは思ってる。8の言ってる通り、5のいびつ、精査がいびつっていうのは通らなくはないんだよね。3に対して怪しいという視点を持ち、かつ3の2に対して、なんだろう、ガンギマリヘイトっていうか、なんて言うんだろう、ゴリ押しのヘイトを持っていってるときに、9、怪しいが、なんかちょっといびつないよね。ごまさん無駄だったとしてもね。だから、ここはもうちょっと考えたいなとは思ってる。この発言を聞いて。今日は5、7の欄でお願いします。はい。ぐらいかな。だから言ったんよ、9番さんには正直。9番の無駄でもそれはやばいって。9番さんがその6番さんに対して怒るのも分かるけど、だから俺6を強靭と置いて、グレイ頑張って精査してって言ったんだよね。まあ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 。いいけど。はい、以上です。5、7の乱で。
2番さんが発言します。6番の岸さんが並ばないって言ったんで並ばないました。なんで、キヨの言う通り、6番めちゃくちゃ黒かったよ。マジで。普通に6番足だと思ってたんで。うん。で、7、8に関しては、初日からめちゃくちゃ雑なライン切り。うん。もう7、8、おもろいね。うん。聞こえます？発言。時間ないんで。あ、OK です。7、8、狼。で、7、8は初日から雑なライン切りしてるんで、はい。7番を釣ってくださいっていうだけです。以上。3番さんが発言します。6番さん。俺、クルーズ全く感じなかったんだよね。その6番さんが騎士しようということは、まあ、自分の命を投げ打ってでもね、流れを変えたかった。これは真の男であります。うん、6番、惜しい男を亡くしたね、うん。で、その6番の遺言が7番統一占いなんだけど、8番くんさ、君どういうことなの？村人陣営であれば、6の男気ってものを買わずにはいられないと思うのね。それでなんか5番黒っていうのはどういう視点なの？マジで。もう許せないんだけど。許せねえよ。6番の気持ちを踏みにじる。うん。もう占い師にあらずですよ。どう考えても2番死んでしょうね。ここで俺がね、2番にせずにせなんて言ったら、もうそれ6番が泣いて、もう浮かばれねえよ、6番が。俺は6番の意思を継いでる人間だからよ。うん、いやこれはもう弔い合戦だよ、うん。6番が殺されてる以上は何が何でも勝つと、うん。昨日の自分を否定してでも俺は勝ちに行くよ。当たり前の話だよ、そんなの。それが6番への攻めてもらう手向けだから、うん。確実に7番釣ります。はい、7釣りです。7釣り、8釣りで終了です。以上。あなたの発言です。すいません、いきなり表変したね、批判番が。暗号とか37とかのこれ、8人新居とかあんのこれっていうぐらい。というか、9番が悪いと思うよ。騎士出てないでしょ。じゃあ、どこに騎士いるのって考えたら、6番の可能性あるんだから、そこには触れなきゃいいのにね。うん。6番が、そりゃ、9番釣りたくなる気持ちはわかりますよ。うん。だって9、6番からすれば、もう9番おかしく見えちゃうんでしょ？うん。はい。まあ、どういう組み合わせ、3番はどういう人なの？いきなり。2番が偽らってて、2番が今度は死んだって言ってるから、よくわかんねえんだけどな。うん。村で言ってんのか、これも。まさかの心境で、53とか73とかあるってことこれ。もういろいろちょっと駆け巡ってますわ。はい。とりあえずもう、決め打つか、釣り切るか、もう明日次第で。はい。もうちょっと難しい世代になってますね。はい。なんか、俺、2番死んだ気持ち。5番、3が発言します。わかんないからもう。はい、まあ、よろしくお願いします。ということでね、
まあ、なんちゅうかな。まあ、今回の試合としては、まあ、目立った発言ってしたのって、まあ、9番さんとか、3番さんとかでしたよね。まあ、こういう、まあ、ちゃんと発言をまあ残そうとはしてるっていうか、まあ、色をつけたっていうところを、まあ、僕の、なんちゅうか、3番、9番に視点が向くのもあれなんやけど、7番さんとか、色をつけてないよ、3、4、5は。ちょっとまだわからないって言って、ステイで終わらしたから、まあ、ちゃんと、喋ってるんですよね、僕は。だから、なんちゅうかな。何も色つけてない人が負けたくないなと、ね。投票狙いで観光する。8番行くと、1番が5番行けた場合に投票が生まれるから、もう1番が7行ったらもうそれで、7か7、8は行きがするけど、もうどうせ負けだから。あとは喋ったで、投票は8か2に入れたい方がいいんだが、特に喋ることがない。1番が、俺が8のことを偽だと思ってるからっていう流れで7に行きそうだから、あえて2番投票して、2、5で見てるってアピールする。あ、もちろんこれ総アピールの一つなんですけど。投票狙いまずします。その後、1番が5番行くなら、4番は2番、偽で見てたら5番行ってくれるだろうと思って投票にした瞬間に、ヒロちゃんの必殺技投票放棄を2回目に入れるっていう作戦ですね。1番が7行ったらもうしょうがないわ。投票を終了しました。追放されるのは、5番。なんだよ、これ。なんだよ。4番。5番。全然合わねえじゃん、こんな3番みたいなやつがいたら。3番みたいなやつがいたら無理じゃん。はい、まあそうですね。まあ1番さんだけ間違えたっていうことで。プロ。他の人はちょっと何してんのか。いや、とんでもねえやつがいたわ。投票狙ったわけじゃなくて、7番に投票しねえやべえやついたわ。2番さんに。いや、多分7、8だと思うけど、多分5番じゃないと思うんだよ。はい、もう。で、多分3番は7行くっていう想定で動いてんのに。もうぶっ飛んでる人でしょ？もうぶっ飛んでるやつだから、ぶっ飛んでるスムラのやつがぶっ飛んでる行動を取るっていう。はい、君は何をしてるの？ 7 行かないで。投票狙い完璧にできたの？投票狙い完璧にしたつもりが一人おかしなやつがいて。まあちょっと6番さんのその、あれも聞いてほしかったかなって、せっかくなら投票でね。弔い合戦だよ。3番と弔い合戦じゃないでいいね。弔いしなかったじゃないですか。弔い合戦しようか。そうでしょうね。弔い合戦するよ。6番のために。決死の人がやってくれて。5番と6番のために。弔い合戦しないやつが。俺のことを女性プレイヤーが見て、3番と一緒に弔い合戦する。それをしないやつが、6番のために、騎士のためにやれないやつが、人狼プレイヤーじゃない。俺は今日弔い合戦する。3番、7番へ5000。本当腹立ってくるよ、3番って。何考えてんの？ヒルガンのスーパー、スーパープレイ。同じ考えだったら俺震えるでも。4の考え分かんない。1番でも考え変わらないから、5番に黒を打ってる。戦略上7、8だと思うんだ、俺は多分。7、8だと思いたいが、7番に行きます。もう、7、8だったらもう1残していいよ。残して5白結果見せてももう3と4が村だったら震えるだろう。弔い合戦に行きます。昨夜襲撃されたのは1番弔い合戦3です。7行きます。2番さんが発言します。前4番が白でした。まあ、何よっかな。まあ、とりあえず7番取り切ってください、村の人は。5番釣ったんで。なんかね。占い師ってすごい嫌なんですよね、俺。足引っ張られちゃうんで、村人に。うん。
三番さん、なんで八番に入れてんのかな。七番つって八番つったら勝てますよ、三番さん。七番さん取りましょう。じゃあ次八番さん取りましょう。以上です。三番さんが発言します。まあ実はあの五番七番ね、どっちでもよかったんですよね。うん、5番7番どっちでもよかったんですよ。そう釣り切るから、うん、どっちでもええんですわそりゃ。ああどっちでもええんですわ。ああ、ちなみに自分は市民です。うん、これは間違いなく圧倒的市民です。はい、それはもう確実に約束します。約束します。約束しますよ、うん、ちなみに占い精査なんだけど、今完全にフラットに戻りました、うん、だからよく考えたら6番さんの発言ってどす黒かったなと思ってまして、うん、なんかあれそういう意味ではまあね、6番黒っていう視点もあるのかなって思っちゃいまして、うん、なんなら潜伏狩人も今追ってます。誰だろうね潜伏狩人、うん、5、1番かな。1番が潜伏狩りで、うん、あ、今違いました。1番潜伏騎士で、で、霊能が2番かな。うん、2番霊能すらある。俺、あらゆる可能性を排除しないタイプだから、ちょっとめんどくさいタイプだと思う。うん、まあ、2番はね、足引っ張る村人いるから嫌だって言ってたけど、俺は、ちょっと考えすぎるところは確かにあるんだけど、うん、俺、すべての可能性を追うから、2番霊能持ってない。ない、まだ潜伏する。さすがにそろそろ新切るけど。トルクは7番つきます。あなたの発言です。うん、さすがに3番村でしょうね。あの2番の霊の追う同時にいたらやべえなと思うんで、まあ、5、7ロロって可能性あるから7行きます。その後3番か4番で噛まれた方が決めたら2、8の死に5、7で終わったらラッキーだしね。まあ、6番が言ってる、6番の言うことを聞けばよかったね。5番の言うことに聞いたら、村の可能性まで浮上してるからね。まあ、7行って、あと2、8にしたら、さすがにこんな強靭丸出しで強靭だったら逆に一周回って驚くけど。うん。だから9番あたりが強靭だから6番の形を取ろうとしたってことが、まあ、合点がいくけど、3番も村だったらしっかりしたら、2番の霊能ないでしょ。1番霊能でしょ、さすがに。1と6で6番が7占いって言ったんでしょ。俺も何投票してんだろうね。もう2番に投票しちゃってる俺がいた。俺も何をしてんだろうと思ってたわ。7占いしないって、6番が7占いしろって言ったんでしょ。8番似てじゃん、どう考えて。俺、新境の可能性あるで、5-7だったっていう。俺、実は5-7だったっていうパターンないですか、これ。9番が村、恥に新居。ありそうな雰囲気漂ってきて。うん。まあ、3番はよくわからないです。もう7つ打って、3か4で噛まれたやつが2、8、決めたらいいんじゃない？もし終わんなかったらね。さすがにこれ、5、3とか7、3とかないでしょ、さすがに。うん、3村ね。さすがに強靭だと、だって2番の霊能追う強靭いたら強靭丸出しすぎて、そんなの逆理論で考えたらやばすぎだから、まあ村でしょ。はい。いきます、7番に。はい。7番さんが発言します。はい。2、5、6、6、3番か4番、どっちかが強靭、どっちかが村だと思ってるんですけど、まず強靭に言うのはもう諦めた方がいいですよ。はい。5番っていう狼が釣れちゃってるんで、2番釣ります。はい。だから強靭は諦めてください。で、多分強靭ムーブしてる村が3番4番どっち待ってて、まず3番4番さんに言うのは、まず5番7番引き切るっていうその発想自体が強靭のそれだから強靭ムーブやめてもらいたくて。はい。まあ、強靭はいいですよ、別に。いいけど、村が強靭型にするのはやめてもらいたいなと思ってます。で、僕は現状3番さんの方が、強靭だと思ってるかな。はい。理由なんですけど、まあ、まずこれ2番さんの、偽要素なんですけど、2番さんって昨日の段階で7番、8番、ローローだって言
言い切ったんですよ。2番視点で7番黒しか見えてない状況下で、8番強靭かもしれない線を捨てて7番8番になったら理由って何ですか？はい。で、同じ理由で3番さんも、なんだっけ、7番8番ローローだって言ったんですけど、それは自身が強靭だからって僕は定義してました。はい。かな。だから現状2番5番ローロー3番強靭だと思っていて、ただ4番さんが結構強靭ムーブしちゃってて、本当の強靭の可能性もあるから、ちょっと困ってるっていうか、まあ、僕は村なんで、引かれるわけにいかないんで、今日必ず2番行ってほしい。だからもう一回言うんだけど、強靭は諦めてくれ。もう絶対陣外勝てないから。で、村は信じて2番行ってほしい。はい。どんぐらいかな。2番さん視点で、まあ、7、8ロールを追うのはいいよ。だけど、例えば7番狼、8番強靭とかの可能性が全く追ってないのが偽要素です。2番行ってください。以上。8番さんが発言します。もう決定的な要素言うね。まあ、4番が57ローローあるかもしれないから7行こうって言ってたけど、その57ローローってないから、だからわざとそれ言ってんだよ。で、3番に関しても絶対強靭ないと思って、多分自分が強靭だから言ってんだと思う。でも3番も強靭にも見えんのよ。なんか言ってることが1週目、2週目です、3日目で全然違うから。だから3か4、これ確実に強靭がいる。これさ、4番の5、7ローローとかわざと。マジで驚くと思うね。で、3番も1番か4番か9番に強靭がいる。どこだからね。これも強靭。強靭当てゲームがマジでむずいで。俺はおそらく4の方だと思うんだけど。3、4、9。これも、なんか、うすうす7、8か2、5って完全に見えてるから。で、3、4、9に強靭がいるはずなのに、はい、村はどこなんだろうっていうゲームよ。これ、だってさ、普通に考えたら決め打ちじゃん。で、決め打ちで2番釣るんだよ。5番釣ったんだったら2番釣る。それを言わない時点で3か4どっちかに確実にいるから。俺は多分4の方だと思うけど、だから言うね、これ8、7ローローだから2番行ってくれ。うん、どっちか分からない。俺は多分4の方だと思うけど。あ、じゃあ7番いきます。どっちにしろ3と4が7番に行きます。2番も7に行くから。7番に行きます。今言う。俺の手動で7番中。だから7番に行きます。絶対に。自白したから7、8って。おそらく。これは6番のために行かなきゃいけねえから、絶対7行くよ。絶対7行くよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。巨人戦の勝ち掛けですから、ひろちゃん。楽しい。いや、5番絶対村なんだわな。なんかね、8番のゴクロノは戦略的すぎて、作為的すぎてさ、言葉出ないの。だから、多分、票読みで投票できると思ったから。投票を終了しました。追放されるのは、7番さんです。気持ちいい !7 番さんが、気持ちいい発言します。まあ、3番か4番にいると思ってるんで、大丈夫だと思いますよ。はい。ありがとうございました。人狼 CO だけど、俺の中の価値観はこれだから、悪いけど。7、8に悪いけど、価値観だから、もう俺さえ噛まなきゃ勝ちだから。2番噛めば勝ちだから、もう終わり。語りなしだろ、この村。俺？ああ、俺？だから言ってんじゃん。7に行くに決まってんじゃん、俺が村なら。2番、5番がローっぽくないけど、5番 SG に使えるんだ。1番の5投票、3番が2番新切りしてるから。5番に黒を打てば勝ちなんだもん。7、8の中の。描いてるプランが。絶対。7番って怪しい要素があるけど、釣りはもう絶対3番。お待ちください。3番村は拾えるから。あと9番もうラッキーだと思ったの。5番か7番の芯にはつかなかったが、8番のゴクロで作為性が分かったのと、潜伏の人を死んでみる俺もさすがに今日は2番死んだと思ったわ。だから多分1番は必ず。昨夜襲撃されたのは2番さんです。3番さんが発言します。わあ、負けた。ああ、7番釣りたかった。いや、俺、8番投票したのあれミスっちゃったんで、まあ、俺も悪いんだけど、俺も悪いとはいえ、あれ、同票になってるだけなんだよね、でも1番が5いってるから。
俺が7番にする。俺マジで7番釣りたかったんだけど、俺間違えて8番タップしちゃったんだよな。タップしちゃったというかしてたんだよ。でも、7番釣れると思った。ここも責任転換しようかな、1番に。ああ、もう1番。いや、どう考えても8番偽だよ。6番の遺言守んないんだもん。それはもう偽要素でしかないんだよな。もう勢いで押し切ろうとしてるさ。8番偽だよな。あのそれ俺が補足できてたとしてもね、うん。だからもう間違えちゃった以上、とりあえず強靭ムーブして、なんとか生き残ろうと思ったんだけど、それも無理だったな。8番気づいてたね、4番が強靭って。うん、そうだよな。そうだよな。だって俺、ちょっと強気で人狼押しちゃってるもんな、釣りって。2番シーンとか言っちゃった手前、3日目で何を言おうが、もう強靭には見えないよな。おい、負けたよ。6番、負けちゃった。ごめん、6番。うん、1番と一緒にちょっと、坊主にするわ。あなたの発言です。まあ、私が真の占い師ですね。うん。まあ、8番が、新吉でしょ。新吉か新霊の。で、37ロロ。3番と7番の黒結果が落ちてますんで。今日3番つって終わります。これが占い師のプレイですね。まあ3番さんに言うと、俺は意図的な2投票してるから、1番が7いかない限り同票だよ。それで、一応俺は2番に行くという見せかけてるから。つまり5番に行くと見せかけてるから、1番も安心して、また5番行ってくれるから、まあどっちみち同票になって、2連続同票狙ってた。うん。そのための2番投票入れてる。まあ1番が7行った時だけ負けるかなと思ったけど。うん、と思ったら、3番が8投票して驚いたっていう。あ、まあ、8番人狼だとなんか体感で思ってたから。うん。2号だと思ってたらね、もう是が非でも7行くんだけど、多分同票できるかなって踏んでた。うん。あ、すいません、これ新占いの視点ですからね。まあ、強人の視点じゃありませんから。村が分裂してくれて助かったかなって強人視点は。9番もやっぱり騎士、僕騎士あるからそこは言わない方が良かったかなっていう。5番、7番分かんなかった。9番と3番の村は分かったから、だから3番を釣りをしたんだよ、1周目。9番釣るって言ったからラッキーと思ったけど、5、7は本当分かんなかったけど、多分、7、8が戦略的に極路打ってんじゃねえかなって思ったっていう。だけど1番がおそらく5番行くから、同票狙えるかなと思った。そうだ、7行ったのは、7、8だと思ったけど、安全策を取った。絶対の勝ちを取った。はい。3番行きます。以上です。8番、さんが。発言します。あのネタバラシするとね、まず9番って遺言で切れてたじゃん。だから9番が遺言でね、強靭で切れないと思ってるから9の強靭はないと思ってたので、5番の強靭もないと思ってたから5番に黒を打ち、しかもあの3番を要素で上げてるのがおかしかった点とかを上げれるから5番で黒を打ちどくね。で3回音どっちかにいるのよ、強靭が7番8番だから。でも表上で言うと正直最初3の方が強靭だと思ってた、ぶっちゃけね。最初は3が強靭の7番8番ローローだと思ったんだけど、4番が3番強靭絶対いないでしょっつって5、7ローローって、しかも投票もなんかあの3番も4番もだけど、投票もあれでしょ、3番俺に来てで4番は2番に行く、だからどっちかに 100% 強靭がいるのよ。でどっちなんだろうなって思った時に、3番が絶対強靭なくて、しかも 5番7番ローローってありえない一年を追ってるヒロちゃんが強靭なんじゃないのって思ったから、今回は9番さんのメタが外れてるって話。ん ?9 番さん4番の人狼がないって言ったんだっけ。4番は絶対村って言ってたよね。だから強靭だけは見抜きにくいんだよっていうのは9番さんに言ったよ。ふざけてない強靭は見抜きにくいんだよ。だって5番7番だって9番の精査ってふざけてるかふざけてないかだから。だからもうその時点で人狼がおふざけしすぎてるけど、強靭は分かりにくいんだよ。で仮に騎士と村が分かりにくいのと同じ。さすがにそこ分かったらしょうがないから、村と強靭が分かったらさすがにゲームになんないから。になるから、まあ、狼だけはやる気ないから人狼しよう。8番7番です。それも夜会話で絶対3、4にいるよね、強靭って話もしてました。以上です。3番いきます。最後のゲーム投票してください。アバターをタップして選択できます。投票になるって。1番が5番にまた行くために俺2投票入れてるから、そこまで作戦踏んでるから。
8投票いっちゃうと1番ってもう諦めて7投票する可能性があるけど、2投票すれば4番も2進切ってるから5に行ってくれる。じゃあ俺も5番行こうだから、その時に投票完成するから2連続投票。投票を終了しました。絶対投票は2番投票。追放されるのはその時に3番3です。2連続投票になる可能性秘めてる。よし、厳しい戦い。